ジャニーズ事務所のカレンダー争奪戦に揺れる出版社会、平野市要の影響はジャニーズのカレンダー事情とメディアの責任問題。ジャニーズ事務所と出版業界の関係が表面化している中、カレンダーの出版権をめぐる争奪戦が勃発しています。 これまで癒着とされてきたこの分野において、ジャニーズ事務所の影響力が揺れ動く中、来年度のカレンダーには不透明な空気が漂っています。一体どのグループが担当されるのか、そしてそれに伴うメディアとの関係が大きな注目を集めています。第一章、驚異的な売り上げの舞台裏。 毎年、ジャニーズのカレンダーは、トップグループが驚異的な売り上げを叩き出しています。オリコンのランキングによれば、ラストカレンダーとなったキング・アンドプスが35万4850部を売り上げ、その後追う形でスノーマンが33万5067部を達成しました。これらの数字は、単なる商品の売り上げだけでなく、グループの人気を物語っています。 第2章、カレンダー争奪戦の舞台裏。これまでのような、売れ筋グループの割り当てが、今回は疑問視されています。ジャニーズのスキャンダル報道をめぐり、各週監視が控えるという話も耳にされており、出版社は繊細な立場に立たされています。 特に10月に入る頃には各出版社がどのグループを担当するのかについての情報が出回ると言いますが今年は異例の事態が巻き起こっています。第3章、出版社のトップが辞任、不透明な未来。ジャニーズのカレンダー制作に大きく関与していた藤島ジュリー稽子氏と白羽瀬傑氏が社長及び副社長の辞任を果たし、その影響がカレンダーにも及んでいます。 癒着や忖度が反映される詳細であることから、来年度版の発行が危ぶまれる中、ファンの期待と事務所の問題の狭間で議論が繰り広げられています。第4章、スノーマンのカレンダーが危ぶまれ、平野仕様の影響力が浮上。スノーマンの売り上げは例年に比べて低調であり、来年度は不透明な状況にあります。 一方で、平野市用の影響力は依然として大きく、そのカレンダー制作に多くの出版社が興味を示しています。彼の提携先である滝沢秀明氏の新会社、とべ、に対して多くの出版関係者が熱望の声を上げており、これまで以上の争奪戦が予想されています。ジャニーズのカレンダー未来は不透明、出版社の決断が求められる。 ジャニーズ事務所の性加害問題に揺れる中、来年度のカレンダーの発売は危ぶまれています。出版社はファンの期待と商業的な利益の狭間まで悩む中、ジャニーズとの癒着や忖度に対するスタンスを模索しています。果たして来年度のジャニーズカレンダーは発売されるのか、それとも中止となるのか、注目が集まっています。